はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。ねちょっとサボってんでね欲しいランク SSS 妖怪を選べるコイン、なんと SSS 選べるコインがついに出た。マジかということで、昔ね SS のキラコマをねお年玉で買うか迷ってた頃の時代に比べて、なんと SSS 選べるコインっていうのがついに販売されるようですね。極妖怪、今回ゲットできなかった吹雪姫をはじめ、極オロチと、あとクリスタルレジェンドね、なるほど。そしてプニプニカチカチ妖怪というかね、プニキュービとカチカチ侍、そしてフィニャンサンタに四天道、じゃこれほとんど全部なのかな。なんかすごい、いやーすごいね。ということで SS 選べるコインっていうのがね、アンドスキルの秘伝書5枚セット、お得なセット、ん、どういうこと、何、どういうことだということで、SS 選べるコインが出てきましたね。あれ今回はこれだけなのかな。はい、9日目ですじゃなくて10日目なんでね、ちょっと1日サボってます。はいはい、ちなみにねアイコンがねサンリオコラボに変わったんで、次はねサンリオイベントだと思いますね。なんだっけ、グデ玉とかあの辺でポカポカ見ればいるかな、グデ玉。あん時いつだったっけね。ポカポカにいねえな。まあ、いつのことやらって感じだけど、まあサンリオイベントねあるので、まあそれですかね。そしてサンリオって何だったっけね、前回、いやおはじきじゃなかったと思うんだよね。なんかキティちゃんとか、あの時まだ弱かったからな、多分2年ぶり以上なんじゃないかな。はい、そしてね今回の SS 選べるコインってね、このカチカチとかね、自分本当に持ってないんでね、このパズル効果が上げたいよね。攻撃アップとかヒットポイントアップとかね、持ってるだけでこれ多分全部つくんでしょ。クリスタルレジェンドも3個持ってないし、だからね、特攻なし攻略の時もね、このプラスがね、極妖怪もそう、あと2体なんだよな。極オロチとね、まあ、極吹雪姫ね。ということで、このプラスがでかいからね、極妖怪とね、クリスタルレジェンドはすごいよね。きたーという感じで、SS 選べるコイン3800円。あれ、前 SS の時2800円だったような気がするけどな。そして、スキルの秘伝書セットはなんと4000追加されて、7800円。限定1回。すげえなー1回のみ購入ということでね。Y ポイントってすごいね。こんなにあるんだね。4600で3800もするんだ。これだったらなんとなく、なんか三国志、妖怪三国志の方がマシのような。Y ポイント課金してる人にとってはあれなんだね。妖怪三国志の方がちょっとマシに見えてきたな、これだと。という感じで、課金ってこうなんだ。正直ね、妖怪ウォッチプニプニではね、選べるコイン1回そうだな、ドグシャックを買ったんだっけな。それと、あとはね、横取りチケットとかしか課金はしたことないんだけど、SSS、どれがいいかね。まあ、個人的にはね、極オロチかな。自分はね、持ってない。ってのもあるけど、極土の子か極オロチかな、それかクリスタルイケメン犬、あと持ってないのカチカチ侍も欲しいなはい、まあ四天王寺もいいよね。
まあこの辺のね、まあ王はねいらないと思うんだ。なのでこの辺ね、あのイベントで SSS をね無課金で特攻なしでね、あの5体組める、もしくはね種族効果入れて4体とかね、5体組めなくてどうしても勝ちたいんじゃって人はねいいのかなと思いますね。今回自分も冬にゃんサンタ四天王寺いたからあれだったけど、まあ不思議パもね、あのプニキューブいたらもしかしたら勝てたかもしれないしね、ポカポカッパでもクリスタル反則 G いたら勝てたかもしれないし、まあその辺ね足りないところを補うって感じだけどね、難しいな。カチカチ侍はね G 技使えるしねいいんじゃないかなと思うんだけど、これごめんさ、 SS 選べるコインって初めてなのかな。はい、なんかそんなカンナでしたね。そしてニューってなってるんですけど、なんか来てるね。6月25日のメンテナンス後から Y ポイント交換にエンマコイン G や必殺の G の秘伝書などのご褒美が追加された。交換に追加じゃなくてね、あの優勝商品に出てくれればいいのになーって思いますけどね。一応まだ必殺の秘伝書は落ちてるけど、スキルとか G は落ちてないからな。エンマコイン G ってねあんまり良くないしな。追加はこのこれだけかな。うん、なんでね、うん、猫2世特大アップしてもしょうがないよね。この前見したけど、あの猫2世ねダメージ 30% カットでしたね。そしてプニツバキ姫 20% カットだから 2体いたら 50% カットなのかな。うん、特大アップっつってもね、プニツバキ姫は必殺技もダメージだけど、猫2世はね必殺技攻撃力アップだからね、ゲットしてもどうなのかなっていうところですかね。はい、まあ横取りはねスノラビーなしでねゲットできる強者の人いつもすごいなと思ってるけどね、今回はスノラビーいたらね楽勝かなっていうところですかね。うん、はい。そしてね大辞典は多分ね特に更新なしかなっていう感じですね。だからこれはまだ25日なんで今後追加されるのかな。Z、 このこれ椿姫だもんね。特に大辞典の追加はなさそうだな。まあサンリオだから、まあプリチー見ればすぐ分かんだけどね、プリチー追加してなければ特にないのかなって感じなんで、まあ一応とりあえず凍結もね追加されてないしまだないのかなって感じだよね。サンリオの時って本当にまだ弱かったからね、この辺かな。サンリオチョコボニャンとかいたな、いた。ミミなんて知らんよねキティニャンとか懐かしいね。キティニャン A ランクだったんだ。ハローキティ SS だったんだな。全然あの頃弱かったからな。ということでね、多分まあハローキティ来てればプリチあるんで、まあ来てないよね。ということなんでまだっすね。ということで今回は SSS 選べるコインっていうのがね追加されたということで、まあ極オロチじゃない俺欲しいの。極オロチを3800円で買うか3800円やったら妖怪ウォッチ4もうちょっと頑張ったら買えるよねという感じなんでね。はい、という感じなんであれですね、こんな感じの追加だけでしたね。はい、エマコイン G、 あ、優勝回数0回でゲットできるんだ。必殺の G 秘伝書もなるほどね、ゲットできるということで、なるほどね。この交換もね特にないな、欲しいやつ。豪快があれだっけ、ドリームマッチだね。まあないな。ミステリーレジェンドドエスカリバー、まあドエスカリバーもな、
そんなにという感じなんで、今回の交換はね、あれだな。はい、じゃあこんな感じですかね。ランキングも 52,400 位っていう感じで、なかなかしょぼいね。はい、ちょっとね体調崩しててやれてないんでね、ほんとこんなあれしかできないとかあったんですけど、まだね、あのペコ2世のね、横取りはね、無課金でね、ゲットできましたんで、まあ、それはねできたら参考にいただければと思います。今回はね、前々回の動画でもそうやってましたけど、1パーティーだけでね行けました。そしてね、どれだったかな、そう、これでやったんだよね。これで1万7000円ぐらいでね、うん、スノラビーいるっていうところあるんだけどね、うん、スノラビー様々なんだけどね、まあ、最後勇ましかニョロロンを残してね、最後横取りチャンスタイムなしでもね勝てたんで、まあこれでやったら1回しか攻撃されなくて1回も取られなかったんでね、まあこんな守りながらねニョロロンパを狙うが今回のねあれではいいんじゃないかなと思いますね。まあ自分が好きなのはね、こうレベル低くて技レベル高いS ランク妖怪ぐらいを使って、まあ、技レベルね上がるとね、横取りの攻撃力上がるんで、まあ、それでねやってるかなってとこですよね。レベルが上がってもね、ダメージ変わらないんでね、ただ技レベルではねダメージ変わってくるんで値がね、だからこんな感じにしてます。本当はね一三マシはねメリオダス以外にも強いのいるんだけど、これにすると1万7000ぐらいになるんで、1万7000ぐらいだとね、ちょうど相手がね、2万ぐらいの相手がになるんで、うん、それが自分は個人的にいいかなと思ってます。はい、すいません。今回は特にプレイしなかったんですけど、更新情報、エラフェルコインについてお伝えしました。はい、すいません。じゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。明日ね、またガシャ変更あると思うんでね。良いものがあったらやりたいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、連動じゃねえや、大辞典はねまた変更したら見てみたいと思いますけどね、まあサンリオイベントはね多分次決まってると思うんでね、楽しみにしましょう。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。